トラビストラビスはスコットランドグラス号出身のロックバンドデビュー当初はオアシスのフォロワー的な荒々しいサウンドだったがセカンドアルバム以降内省的な歌詞にメランコリックなビメロバラードを持ち味とするバンドへと変貌しレディオヘッドラと共に90年代後半のブリッドポップ後の UK シーンの新たな潮流を作った 1998年に渋谷クラブクアトローなどで初来日公演を行い、2001年と2008年にフジロックフェスティバルに2003年と2007年はサマーソニックに出演している。グラスゴーのアートスクールの学生だったフラン・ VOG は当時学生のたまり場だったバーで働いていたニール・ドクターと出会い、彼のバンドグラス・オニオンからボーカリストとして誘わる。 そのバンドには他に同じアートスクールに在籍していたアンディ、ジーとマーティン兄弟、B、キーがいた。フランを加えたバンドは1994年頃、1984年のビムベンガース監督作映画、パリ、テキサスからインスピレーションを受け、バンド名を映画の主人公から取ってトラビスと改名する。1995年、 ラジオで演奏した彼らのセッションがレコード会社の目に止まり、それがきっかけで翌年にソニーと契約するも同年に音楽性の違いからマーティン兄弟が脱退。急遽ベーシストとしてフランの友達で同じアートスクールの学生だったダギー・ B が加入。6月に4人組になったトラビスはロンドンへと移り本格的なバンド活動を開始した。 1996年、デビューシングル、All I Want to Do Is Rock をリリース。オアシスのノエル・ギャラガーが、トラビスのファンであると告白したことで注目すべき、新人、バドの一つとして話題になる。そして1997年9月、そのオアシスの前衛ツアーの前座に抜擢された。この月に、リリースされた、デビューアルバム、Good Feeling は、 オアシス路線とも言えるパワフルなロックを鳴らして、アルバムチャート初登場を9位を獲得。新人バンドとしては、上出来な滑り出しを見せる。翌年6月からメンバーは、セカンドアルバムの制作に取り掛かった。このアルバムでは新たに、ナイジェル・ゴッドリッチをプロデューサーに迎えている。そして1999年5月、セカンドアルバム、ザ・マンフーを発表。このアルバムは、 前作の荒々しいサウンドから一転して静かなバラードが全体を占め、その内省的なアプローチが真に衝撃を与えた。シングルカットされたライティングゥリーチユー、ホワイダズ・イット・オールウェイズ、レイン・オン・ミー、ターンという3曲連続ヒットもあり、ザ・マン・フーはリリースから3ヶ月目にして前衛アルバムチャートの1位に輝き、その後もロングヒットを続けてセールスは 全世界で400万枚を期するに至った。成功の背景には、すでに終焉を迎えつつあった、ブリッドポップへの反動もあったとされる。2000年、世界の優れたソングライターに贈られる賞、アイバノベルアウォーズのソングライターオブザイヤーニフランが、選ばれ、さらにブリッドアワードで、ベストバンド、ベストアルバム両賞を獲得。グラストンベリーフェスティバルには、 ヘッドライナーとして出演するなど、名実ともに UK シーンのトップバンドの仲間入りを果たした。2001年6月、サードアルバム、インビジブルバンドをリリース。よりアコースティックな色合いを強めた、このアルバムで全英アルバムチャートにて、堂々の初登場1位を達成。セールスも英国内だけでミリオンを突破し、全世界で300万枚を記録した。アルバムは、 トップオブザポップスの年間最優秀賞を受賞。さらにシングルのシングは、その年の上半期で最も多く、ラジオで流された曲となり、バンド最大のヒット曲になった。同年7月には、フジロックフェスティバル出演で2度目の来日。全英アリーナツアーも大成功させるなど、バンドは絶頂期を迎える。そんな状況もつかの間の半年後、 ニールがフランスにおいて東部に重傷を負う事故にあってしまう。ドラマーとして、この怪我は深刻であり、ミュージシャン生命も危ぶまれる事態となった。デビュー以来不動のメンバーで苦楽を共にしてきたため、ドラマー交代などは考えられず、バンドは突然の活動休止を容疑なくされた。メディアではそのまま解散もありうるとの観測が流れ、バンドは絶頂から一転して、解散の危機に見舞われてしまった。 しかし事故から1年、ニールは見事な回復を見せて復帰を果たし、同時にバンドも解散の危機を乗り越え再始動。中小規模のライブ活動を行いながらセルフプロデュースのアルバム制作を進めた。サマーソニック出演で3度目の来日を済ませた後の2003年10月、4枚目のアルバム12メモリーズを発表。先行シングルの The Offender や ビューティフルオキュペーションなデストリングスやピアノを大幅に導入したり、歌詞に社会色、政治色を強く打ち出すなどところどころに新たな試みが見受けられるが、前編が暗く陰鬱なトーンで覆われた仕上がりだったためか、前衛チャートで3位に入ったもののセールス的には伸び悩んだ。後にフランはダークでエッチーな社会性の濃い作品は僕らには増えてだと痛感したよ。 12メモリーズは好きだし否定するつもりもないけど、こういうのは、レディオヘッドに任せるべきだっただよね。と、冗談交じりに語っている。翌2004年に、これまでの歩みを総括したベスト版、シングルスを発売し、キャリアに一区切りをつけた。ベスト版以降長らく沈黙していたバンドが、再び、ナイジェル・ゴドリッチをプロデューサーに迎えて制作した、フィフス・ザ・ボーイ・ウィズ・ノー・ネーム。 全英4人をリリースしたのは、前作から年後の2007年であった。アルバムは、ストイックだった前作から一転して、美しく優しいメロディが、全体にあふれた内容となった。このアルバムリリースに伴って、同年のサマーソニックにソニックステージの鳥にて出演。翌2008年のフジロックで再来日、翌日には韓国に移動し、6年から二川で、毎年開催されている。 ペンタポトロックフェスティバルの2日目レインステージのヘッドライナーを務めた。ザ・ボーイリリースに伴い、久々の大規模ツアーを観光したバンドは、その余生を生かし、ライブテイクを中心としたレコーディングを進めた。そして2008年9月、前作からわずか1年弱という異例のスパンで、シックス・オード・トゥ・ジェイ・スミスを発表。今作から、バンドは長らく在籍した。 インディペンディエンテレコードを離れ199年にデビュー EP を発表した自主レーベルからのリリースを開始することとなった。以前のトラビスにはなかったヘビなロック色が非常に濃い仕上がりとなったためか、アルバムは全英20位と伸び悩み、アルバムからのシングルも全英トップ100入りを逃している。ちなみに、このリリースに伴い、1998年以来実に10年ぶりと、 なる単独来日公演が2009年2月に表した。オードからおよそ5年後には新アルバム Where You Stand をリリース。UK チャート3位を記録した。以下の順位はすべて全英チャートによる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。